ピシェ2番、ラングリッサー、光の末裔、129から130、2枠目、手にしたものに無限の力を授けると歌われた伝説の秘典、ラングリッサー。ででででで、はい、黒金さん、吉部さん、五個目さん、シャトルさん、いらっしゃい。夜の部もよろしくお願いします。はい、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 はい。コンティニュー、シナリオ5の続きですかね。枠4つです。9個目さんいらっしゃい。男大好き。3年 B 組ドンパチ先生さんいらっしゃい。男大好き。よし、ここで誰だっけ。松下じゃないや、忘れた名前。バーストさんいらっしゃい。指令城に戻さないといけないんだっけ。注意した方が戦いやすいな。10万ご無沙汰でした。カズサトシキさん、ありがとうございます。サージさんいらっしゃい。あ、川野か、川野ですね。そうですね。イエーイエーイ、ダダダダダダ、男大好き、ダダダダダダ、男大好きってね、男大好き。ワクチンです。ダダダダダ、アガト大盆栽でしょ。で、歩兵が来るから歩兵用にちょっとね、ゾーンを待機させよう。ワクチン18個目栽でしょ。歩兵用にね、ゾーンがいないと。ワクチン、はいね。19個目サインでしょ。で、クリスちゃんが、クリスちゃんやな、警部さん、久保さんか、久保さんが回復要因でシールドも入れといて、もう男大好き。こっちは、騎馬兵が向かってくる。ダークエルフ部隊が来るわ。ダークエルフ部隊は何をやって、どうか。エルフは森の中がいいから。男大好き。ダダダダダダ、男大好き、男大好き、男大好き。結構好き範囲多いんだよね。ボルコフ、ボルコフじゃなかった、誰だっけ、忘れた名前。名前は変わってればいいんだけどね、分かんないよね。ワコチランズリッターです。ジョイ、はい、猫されちゃう。ジョイ、ダダダダダダ、男大好き。猫さんいらっしゃい。超いい、超いい。こい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 。そろそろ戦ってみるかな。あ、こっちに来るの。ここ松地倒したら終わりじゃなかったけど、こっちに来たね。正規ルーム表の時はあれだったんでね、ま、ランスは左側に来たのにね、ちょっとこっちに来ると予定が崩れるんですけど、経験値稼げなくねえからな。ボルコフは経験値いらないからな。下がってみるか。機械砲に来るのかな。
介護に来るのかな。ちょっと答え好き。予定と違う動きはね、勝負条件。末次だよね。末次倒したら、終わっちゃうからな。ちょっと待って、一旦下がるか、じゃあ。下がって、王子のとこまでちょっと連れてくるか。ボルコフはちょっといらないからな、経験。ちょっと待って、全軍下がって下がって下がるの？下がってください下がるわよ。ちょっと、予定が狂いました。下がりまーす。ダンレボコントローラーで操作と聞いて。ダンレボコントローラーあれ出てません。白駒さんや白線の内側までお下がりください。白線の内側まで下がってください。下がるぞ。ダダンダダンダダン。なるべく森の中にいる。襲われた時がこっちの方が強い。共和国どうその際にしよう。よしこっちはもう来るの待ち構えるだけだね。シールドで持っとく。カッチンコッチン。もったいないですよね。ソンさんの距離はみんな持ってるよね。ピッ。じゃーん、来た来た来た。ライアス、頑張ってくださいよ。分かってます隊長。返り討ちじゃないでね。超いい。ヨーソロさんがありがとうです。超いい。超いい。森さんが一番最初に超いい。男だらけで困りすぎ、女は困りすぎているから。あっちだ。よかった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 。そんなに困るのか。よし、リンドウさんありがとうね。こいつは下でいいんだよ。こいつはダークエルファー。ナムちゃんが食べようと思ったのに。よし、まあレティシアはこっち行って。やっぱり下行くのやめた。下行くのやめたなんじゃない。今度また前出たら下行くくるかな。行ったり来たりして、来たり来たりしちゃうかもしれない。食べられると、ナームちゃんが半殺しにしたレティシアちゃんを食べたいから、ちょっとまた前行きますか。ここは、まあ、相手の防御力がつかないところで。そこで陣取っておくべきか。ここで陣取っておくべきか。山に相手入れさせちゃいけないし、森になっちゃうな。ここはあれだね。ここでいっか。ここに来たらあれだよな。まあまあいいか。もう森対森でもいいか。森対森でいいや。ここに行ったら山になっちゃうから、森の方でいいや。森で。ダダダダダダ。ナムちゃんおこぼれよ。
こぼれん、もらうわよ。おこぼれ舞台で。いつでもおこぼれがもらえるように。待機しとこう。若くです。37個目サインで。よし。こっちはもう空いていた分だけだ。よし。なんでシールドかけとこう。あっちんこっちん。撃て撃てー撃て撃て撃てー。もうが撃てない。よし、来たとこ抹殺しよう。だだだだだだ、男大好き。まあ、ここ行ってもいいな。もう行って、あそこで倒しちゃった。男大好き。ふぅはい、レベルアップ。王子なんか持ってない。ああ、倒せばよかったかね。まあまあいいや。ここ、こいつ頑張ってるから、ソルジャーだ。ソルジャー部隊だね。またそうまで。よし。ここは待っとこう。ダン。今回ね、ソーンとホーキングとあと誰だっけ、あと敵のやつだったかな、あれがサムネ候補だった最近ずっとソーンばっかりだったからね、ソーンさんのあのなんでだよ、わらわら候補ばっかりだったけど、ありがとう。カーノさんのくせに統制が取れてるな。油断しちゃダメですよ。で今回ほら裏面ってビジュアルシーンがないから、ビジュアルを持ってこれないからさ、胸にだからもう ランダムで選ばれたのでいっかと。あ、ちょっと待って、ランス来ちゃダメだよ。ランスじゃ待つ時か。社長超いい。あ、山の方突っ込んでいくな。もうちょっと前行ったらまた帰ってくるかな。帰ってこないかな。山に来ないで、山に。こっちの森の中、こう、森の中に。中においで。森の中にいる。ちょっかい出すね。お、いい感じ、いい感じ、おー、いい感じ、いいじゃない、ないじゃない。兄貴もここで終わりか。よし。あ、そうだね、兄貴もここで超ラングだと残らないか あそこまで範囲あるっけ。範囲ないか。
匹はちょっと総務隊に倒しませんか。総務隊北上。こいつら来るからね、こいつらに決めよう。USA! レベルアップ赤戸大門さんがありです。プライチ出たOK。 OK。 Oh yeah。 うわー、よし OK。 あとはガン部隊入れて、ダダンダダンダダン、よし OK。 王子の MP は4じゃない、よし OK。 OK だね。来た来た、攻撃してこないよ。なあ、ちょっと祭りが来る、祭りが。祭りやってくるぞ。馬に乗って。祭りやってくるぜ、ダラダラやって。あ、魔法使ってきた、よかった。マジックボールだ、マジックボールでやって、お、いい感じで半殺しにしてくれる。あ、ちょっと残しすぎだね。これはお残しがすぎますよ。男大好き、女大好き、どっち大好き。あの時シールドあったかな。あの時シールドあったかな。 あるじゃない。じゃあナムちゃんにかけよう。ナムちゃん、指揮官には意味ないんだよ。お部屋行ける？ちょっと遠いけど。あ、行けないね。行けないな。ちょい前で。ちょっと前で。ここはね。ナームちゃんに攻撃がいかないように。ダランダランダラン。ナムちゃん、指揮範囲外になってる。いいや。よしよし。倒さないで、いたぶるだけにしとこう。とどめを刺すのは、ナムちゃん。今日この旦那さんにしたい。ラーメンのね。よしよしよし。シールドかけて。頑張ってもらおう。
トメを刺すのは当然か。こうやっといてはトドメを刺すのはトドメだよ。山の上乗りたいね。どこだいバーコース。こんな折れるね。クラスおじさんやね。これを切って下して。これで引き入れて。いいでしょ。いいや。オーケー、オーケー。オーイエス。オーケー、オーケー。あ、無理して川の中まで行かなくていいか。有利なところで待ってよ。おお、どこ大好き。王子を待ってるかね。王子はあれが来るよね。もうすぐ祭りが。祭りが来るから待ってるか。よし、OK。まさかこれほど手強い敵とは。あの人たちも随分と楽しませてくれますね。USA。 USA。 USA。あ、こしゃくなヒーロー使いよった。あ、まあでもヒーロー使ってくれた方があるか。そっから進まないからいいね。あ、このダブエルもじゃあソンが食べちゃうのかな。これワコツです。ランブリッター、カリ。はい、ズルなさい先生、カリガッチガチ。完全に犯罪ですよね、これ。いやいや。まるまる、あ、88のものの。シールド。シールドかけたらナムちゃんは MP 回復してるね。最近カチカチって言葉に敏感です。カチカチに敏感、カチカチになっちゃう。 USA。 USA。 US。 USA。 レベルアップ。 OK。でなんでなんでこっちオッケー。よし、うちなおちゃんにシールドかけて頑張れるかな、頑張れるかな。なおちゃん舞台にオッケー。あの2は食べられるよね。食べられないかな。指揮官ならなおちゃんで、なおちゃんでは指揮官なら倒せるか。どうかな。歩兵でちょっとやってみるか。次殺されてるんだけど、いけるいけるいける。オーケーオーケー。どうもありがとう。何匹もなんとか頑張ればいけるんじゃない。頑張れば。ああ、できない。
男大好き男ゲイレベルアップ調子いいですね。そして 4も倒しにいけないこともないけど、ちょっと指揮範囲が狂っちゃうからやめとくか。また後で帰る気にしよう。ナンプじゃ何持ってないだろうね。よし、オッケー USA 54個目戦士、今日鹿服は出てこないかな。 USA ご着な。まあ、いいや、MP 使って確かサンダー持ってたよね、またね。サンダー使ってこれないだろう。あ、そこから動かないの。これはしょうがない。あ、ほっくれた。男だらけで困りすぎるね。男大好き、男大好き。シールド。ゲイ。USA! OK! これはいいです。 US! あーそう A がいけなかった。まあしょうがない。誰でいけるかな。ダダダダダダ。シールド。もうもう一度回しとけ。オッケー。気持ちいい。ちょっと狙ってるかな。とどめ大将かな。やめとくか。うん、敵将ね、仲間になってほしいよね、このこの美人な人は、レティシアちゃんね。7だから次も回復か。ウォーキングのトレードできませんかね。ゲイ。もし6個目さにし。貴様に恨みはないが、これも定めだ。死んでもらおうか。USA。あ、悲願。次回には課題。USA。おい、入れて汚い汚い夢。もう USA だけ笑いが出ますからね、もうね。ナームちゃんのね、それはお喜びだよね。よ、え、あー、いかんいかんいかん。ランスが来た、ランスが。ランスってか、末次だ。多分今回も、今回3枚ともあれになるかもしれないね。USA に。珍しく前回ホーキングさんとか、
別のサムネも混じってたけど。よし、男大好き。ちょっとこっち来てくれないかね。ちょっと勘弁、スピード打ってあげよう。シールド、はい、戦って戦って US A、 ジョーカーの橋渡って迎撃しに行くしかないかね。ちょっとこれには勝てないからね。まずUSA、 よし、俺たちは川を渡ろう、川を渡ろう、川のだけにね。よしよし、あそこまで行ける。あでもここ山形だからな、山形って。あっは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 っ、おら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 、あ、祭り来るなよ、祭り特攻してくるなよ。よく CPU ね、指揮官が特攻して一回り打ちあったりするからな。男大好き。よし、もうかな、こっちは。こっちは。ちょっとボルコさん、シールドが切れたわ。シールドなしでいけるかな。ダダンダダンダダン。頑張れ、オッケー。オッケー。4か、4いけるかな。4、4は無理かな。4は4はやめとくか。レッティシアちゃん多分こっち来るかな、こっち来るかな。あでも山にいてくれた方があれか、返り討ちしやすいか、残しやすいからここにいるか。指揮範囲入ってるっけ、入ってる入ってる、余裕で入ってるじゃん。こっちの方が返り討ちしやすいんじゃない。やれた方がいいか、無理や。おお、そこ大好き。ダダダダダダ。US US US。 私はプログラマー松次、変な名前だが貴様らなど私の敵ではないわ。あ、3でもできた、いた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 。MP あるな。あ、こっち来た。 US US パワーが通じない。うわ、 US パワーが。 Oh no。 ジョイ、エルフクダイは回り込んでた。
またファイヤーボールを。オーイエス。なんか走るわ。ちょっといいか、ちょっと回復してもらって。あ、届く、あ、届く、あ、いいね、ここまで回復すればいいや。練習しきっと、馬を倒さない。川野はどこに行こうか。ここまで広がるんだ。カード見てから倒しちゃうか。ここは通してもらうな。なんで餌あげて、よし、レベルアップ。あれ、誰が来た。クロンちゃんでした。よいしょ。どうしようかな、バトルちょっと減らしとくか。 MP1 くらいある。あ、MP1 しかないから、まあ使わないね。で、また殺してしまったら、まあまあ、いいか。次は殺しとこう。先にこっちを殺そう。ダダダダダダ、男だらけさ。そう、まあだから、そうのところに、ここ敷範囲外だよね。あー、そこまで、あ、ここ敷範囲入ってないな。ここならばいいよね。ちょっとこの辺前で出てくんないかな。ちょっとまた。こっちに下がるか。下がろう。ここで。一旦下がろう、ちょっと。じゃあ下がりまーす。ちゃんかよ。よいしょ。よいしょ。70個目されてる。よし、ナムちゃんは4と3食べようよ。ね。4と3シールドかけて。カッチカッチ。ちょっと待ってね、ここに置いて、よいし。あれ、ノーダメージ。うわー、ノーダメージはないわ。ちょっと待って、動かないと。ここ動くか。ナイスピン。ちょっと待って、ここを入れて、ここまで行って、あ、ここ回り込めないな。で、あ、よいしょ、いけいけいけ、倒し、さっ
機が一匹も倒せなかったのはちょっと痛かったね。惜しい。惜しい。まあいいや。おいいよいいよ、これハンコレしなきゃ。オッケー、ナイス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 。あーおい、よかった、上行ってくれた。あれ、支配外じゃないの？支配入ってる。あれまさかの1ダメージ与えた。しかも残った、やったぜ。男大好き、女大好き、どっち大好き、君は大好き。よしよしよし、オーイエス。指揮範囲入ってないじゃん、じゃあ倒せんじゃない。よし、あーシールドかけられない。範囲外ならなんとかいけそうな気もしないでもないけど、おいける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 、よいしょい、よしいけるぞ、もう一匹いたらいける。オッケー、レベルアップ。お、やったぜ。損はどうしようか、損はないっていくか。よし、時間広がった。よし、損はこの兵隊を倒そう。クリスチャンガードマンしか取れないからね。おうおう、なんかこの一体強いじゃん。この一体が結構やってくれた。よし、守ろうか。あ、シールドかければよかったな、持ってた。あ、ヒールヒールだ。ゲイ、こっち側はナームヒルで、銃でやるべきだったか。あ、そうだ、シールドか、あ、シールドなかった、シールドないね。オッケー、オッケー。毒はどうかな、殺しちゃうね。もうちょっと復活しないとね。よし、オッケー。
USA。 OK。 何この一人で。ジョイ。あ、ダークエルフ部隊が来た。ダークエルフはちょっとトーンさんに食わしたいんだ。ダダダダダダ。よし。オーケー。USA。一体でもダメじゃ耐えられない。よいしょよいしょ。オーケーオーケーオーケー。よいしょ、これでソーンが届けたぞ。カーモンベイビー、カーモンベイビー、いくぞ。 USA。 いい立ち筋だな。ダダダダダダ。よし USA。よし、あとはダークエルフ部隊もいただくで。よしよしよし。あとの弓兵は、弓兵や騎馬兵は退治しとこう。よし、ソーンさんの立ち筋、いい立ち筋してるって褒められたぜ。あ、出られない。出られないじゃん。じゃあ、しょうがない。これいい。一応倒そうか。あ、シールドかけとった。次のターンに向かえて。よしよし。襲いかかってくるのはカエルチーが合わなきゃいいけどね。シールドも。あ、こっちまだだっけ。こっちまだだ。あと何匹。あ、ここにキュウリがいるね。ダダダダダダ、男だらけだ。ちょっと待ってね、ボルト。ダムじゃねえ、ちょっとやって。ボルト移動して。ちょっと半殺しでいいよ、半殺しで。ちょっと待って。あー、でも、あー、よかった。オッケーオッケーオッケー。指揮範囲外だったから、倒しようかと思った。オッケー、これでナムちゃんいただきます。オッケー、レベルアップ。オッケー、あとはこのレティシアちゃんを半殺しにゲット。我々に勝てるとでも思っているの。うまい。オッケー、いいね、うまいね、いいね。よしよしよし。じゃあ、ああ、ちょっといかん。直接叩けない。オッケー、オッケー、よし、オッケー。こっちは片付いた。あとはこっちだね。オッケー。下がれとか言わんのかい。下がれとか言わんのね。そうだね、表は下がれとか言ってたよね。言わないんだね。
かった、突っ込んでこなかった、まず。あ、ほぼ動けない。よし、行け USA!私たちもおこぼれをもらいに行くのよ。ひょっとしたらダークエルフ部隊食べられるかもしれないから、私たち行くわよ。あった。お、いい感じ。超いい。あぶねー。男大好き。お、あっという間だ。USA!男大好き、男大好き、女大好き、男大好き。あ、この6に合わせるか。合わせなくていいか。行くわよ、行くわよ。USA! USA! あ、USA! レベルアップ。よし、ダダンダダンダダン。私がもおこぼれをもらえるちょっと隙間もあるかしら。
私に。USA。USA。USA。あ、魔法覚えてんな。アタック覚えて、あ、アタック覚えてんじゃない。ちょっと切り置いて、電気を。OK。森の中はエルフ硬いな。オッケー、ようやくだ。オッケー。オッケー。あわよくば。私に。ワコ、これが裏物ですか？はじ、裏物です。はじっこめたりして。裏物だ。ウサです。USA。OK。あ、そうだ、アタックかける。アタック。おお、残った。残ったな、ここで。ゲイ。間に合わないか。U.S.よし、できた。我々は負けるわけにはいかぬのだ。 USA の前には敵はない。レベルアップ。この王の引き換えだけ首が少し左に傾いてる。ダリシス帝国よ、永遠なれ。なんてやってるね。だからあれ、角田さんが入ってるあれ、角田さんだよね。角田さんだっけバージンドリームの。よし、オンラインソーランズでお前真面目かよ真面目だね。よし、アメリカの自由を買うんだ。
シールドかかってるね、さすが松井さん強いね、松井強いじゃない。アメリカの銃を買え、とどめだ。あ、クリスチャンにとどめてもよかったね、これ。とどめさせないか、クリスチャンで。痛いじゃないですか。ところで名前は何て言うんですか。俺は超川のさすらいのプログラマーだ。え、そうだったんですか。じゃあまた会いましょう。待て、川野、危ない。あっ、毒矢、ちょっと待って、カードに当たったよ。カードに当たらなかったよ。毒矢だ、伏兵がいるぞ。まだ近くにいるはずだ、急いで探せ。カード、大丈夫か。道具で構うことができなかったんだ。頼む、カード、目を覚ましてくれ。カード、どうなるんだ。え、カード、カード死んじゃうのこれ。カード死んだらちょっと厳しいんだけど。どうなんだこれ。カード、カード、なんてこった。どうなるんだこれ。シナリオ6、バルディア城の攻防。松地の率いるダラシス帝国親衛隊を打ち破った川野はついにバルディア城へたどり着いた。しかし占領軍司令ゼルドは城に立てこもり、その防御を固め川野を待ち受けていた。何事もなく川野生きてるじゃん。何事もなかったように。勝利条件、占領軍司令ゼルドの撃破。敗北条件、川野の死亡。松地、あ、あれ、あ、いなくなってる、やっぱボルコフ。カード大丈夫だった。カード大丈夫。さっきの邪魔になかったことだった。兄貴、兄貴、兄貴がいなくなっちゃったか。あ、誰がいるんだっけこれ。あ、ちょっと見てなかったよ、マップ。そして兄貴はなんでいなくなるんだよ、わら。兄貴はなんでいなくなるんだよ。何もしてないのに消えた、わら。すまん、遠くで構えに行けなかったって言ってない。てか弓矢が飛んできたことは知ってたんだよね。危ないとか言ってるから。プロテイン飲む時間なんだろうな。プロテイン飲む時間でもお別れになっちゃった。やは見送ってたんですかね。やは見送ってたんだ。歩兵が1人2人、エルフが1匹、あと、あ、歩兵、騎兵が2人で2部隊で、エルフが1部隊、女王様が1人、4部隊があれか、歩兵扱いだよね。まあいい歩兵もアーマーソルジャーがいいけど。あ、ソーンがフォースマンがいるからこれで歩兵は倒せるね。騎兵用に王子がこれを雇って、ナムちゃんソルジャーしか雇えないからこれしかないよね。はい、じゃあガードマン4人いればいいや。アイテム、ソーンが来るって式範囲が入ってるか。ギャリプン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 。ないショップなし。あ、これ二手に分かれるやつだったね。あ、どっちかどっちかな、どっちかどっちだったっけ。前の配置覚えてないや。前逃げまくってた気がするな。ソーンとナーモがこっちでいっか。レリンちゃんとクリスこっち。
あ、ここ騎兵が入り口の騎兵いなかったっけ。騎兵がいた気がするな。まあでも雇えないからしょうがないな。やっぱ騎兵だったわね。ここも騎兵なんだよね。眠っていたらいつの間にかバルディア城についてるぞ。眠ってここだっけ。勝手に面が進むから道に迷わなくていいな。とりあえずさっきの面ではマリアさんにひどい目に遭わされたっけな。怒ってクビにしてやったずら。クビにされたんだ。クビにされたんだ、マリアさん。毒矢を受けてよく無事でしたね。あんな強い被告人にするなよ。いやー、結構痛かったんだけど。まあ、とりあえず全軍突撃。全軍突撃。クビにされたんだね、マリアさんね。分かったね、いない理由がね。ここはまあ王子で行けるわね。王子っていうか川野で。膝に毒矢を受けてしまってな。あ、シールドかけてくれなかった。尺八込めされない。膝に毒矢をシールドかけてあげる。カッチンコッチン。ダブルダブル防御でアタック。オッケー。あ、そうだ、ナムちゃん回らないんだね。アタックかけて何とかならないか。馬は壁に乗れないんだよね。よーし、えーオッケー。あ、ここまでしか範囲がないわ。U.S. おー、1残った。あわよくばあの1倒したいけどできないね、多分ね。しまった。指導にしてなかった。勝手にフォーメーション崩される。あ、逃げた。まあいいや。敵が動き始めました。あんな奴らに負けたら末代までの恥だ。なんとしてでも返り討ちにしろ。末代までの恥とか言われる。御意に突撃。そうですね。言われてますよ、言われてる。なんてこと言うずら。絶対に勝ってみせるずら。
あ、こっちはちょっとあれだな、相性悪いな。まあ、川野で倒せばいいか。OK は。今日いいガードマンはあれだよね、いいかな。今日いい、おいえ、マリアさん、俺の戦いを見守ってください。自分が首にしたんだろ。城壁の上ならガードマンでもいいでしょ。城壁の上でソルジャー倒せるかね、なんとかね。ソルジャーをちょっとソルジャー態度首にしといて何を言ってんだ。あそこまでか。とりあえずレディーは脱ぐかな。あ、乗れるじゃん。ここ乗れるけど、指揮範囲、ちょっと指揮範囲動かそう。よいしょ。よし。こっちがちょっと補助かけないと。なんだ。アタック指導にして忘れないうちに。ダウン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 。あ、もうちょっとこっちの方が二人で囲まれるか。ここにはあれだね、こっちで、こっちに出よう。二人でこっちの方が二人で倒せるな。あ、ここに来た。よし。USA。USO。飛んで火にいる夏の虫だぜ、ソルジャーは。よーし。お、またまた虫が入ってきた。USA! OK! レベルアップ。夢兵が来た、夢兵が来た。夢兵はちょっと USA や危ないからな。夢兵はダームちゃんに殺させないでください。
あんたアマゾネスはこっちにだ。カードで全部倒せないかな。あやくはクリスチャンにも。ダンダンダダン。ちょっと下がって。よし。イエス。シールドかけたいか。オッケー。でで。今日から水星のマズ大会でしたね。今日からね、そうでしたね。あ、これからですね。いい感じ、邪魔だな。よし、ピッチアタックかけてアタックホリデー。あっと MP がなかった。ホリデー今は作品のクオリティも上がってるから連続で2点とか大変なんですかね。そうでしょうね。今はね分割が多いですよね、最近はもうね。まあ最近私ジョジョとかガンダムとかしか知らないけどまあ、大体分割してるからね、もう。ほら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 、USA! USA! 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 OK! あとなんだ、あ、これ一体か。まあ、USA! 先に歩兵部隊が突っ込んでくるだろうから。よし、分割払い。社長、ありがとう。あと騎兵部隊、あと10台。こっちはもうあれかな。あ、そうだ。えい。さあ行こう。OK、USA。以上でした。死んでもらう。USA! ちょーいい!しぶとい。弓部隊が来た。アマゾネス部隊も来たぞ。あ、どっちもどうか。4つですか。あそこ。あ、4はこっちで潰せるか。あ、ちょっと前で出ないと潰せないかな。シールドかけて。相性悪いけど、川野の舞台ならなんとか。ダメか。あ、でもこっちも効かないね。よかったよかった。倒せる倒せる。瀕死に対してクリスチャンでとどめさせるかな。
で、これをとどめ出して。イエス。オッケー。レベルアップ。あ、まだいた、馬が。まだ馬いたぜ。オッケー、オッケーよし、あと指揮官のみ。負けるわけにはいかぬ。はい、巻いた超いいうわー、よし、オッケー、オッケー、こっちはオッケー。さあ、こっちアタック掘りでかけとくか。アタック、ここだね。オッケー、よし、あとは指揮官を倒さないといけないな。指揮官やれば、歩兵倒しとこうか。残ったか。USA。よし、ちょっとソーンの部隊がちょっと。こんなにも、もうないんだね。減っちゃったから、ちょっとあれだね。USA。USA、USA、USA。You でもよ、あー、向こうの方が強い、向こうの方がレベル高い。いや、もう互角じゃない、20と14だから同じじゃない、同じじゃない。 YouTube の顔、そう、毎回層が選ばれるからね。いつ頃からっけ、なんか最初の頃なんか層がやたら選ばれるなと思ってて、なんか気にしてだったらなんか毎回そうじゃねえみたいな。ソーンが出てきてからもなんか毎回そうな気がする。あ、いかんいかんいかん、あ、よかった、これ指揮官がさ、さっき、あ、あ、おいおい、我が生涯に悔いはない。悔いあるだろう。おい、ナムちゃんの餌全部食べたじゃねえか。うわ、どうしようかな。最後でちょっと待って、ナームちゃんに稼げないね。ちょっとナームちゃんの餌だったのに、何してくれてんの。ちょっとロードするしかないな、このこれはちょっと痛すぎる。これ食べられるの、食べられなくなっちゃうとちょっとね。ナームちゃんがここでクラスチェンジしときたいからね。でも倒して、とりあえずちょっと待って、アタックかけなきゃいいか。さっき今アタックかけたから潰しちゃったんだろうね、きっとね。アタックかけたからな。まあしょうがない、これで倒すしかない。これはやられてもいいから。
俺はあえて飛ばさないでいいか。これマットを。よしよし、これでいいや。で、こっちは、で、女子をかけてもらって。鬼滅の今夜からですの。鬼滅のまだまだあるんだ。鬼滅も分割なんだね。みんな分割なんだね今ね。レベルアップ。鬼滅は分割というか3期ですね。よし、オッケー。どういうこと、あの分割と違うのそれは。よいしょ、オッケー。あ、連続してやってるの鬼滅は。休みなしで。よし、いや待って、こっち行かないか。アニメとかほとんど見なくなったな。今見てるのは東京ニャニャニャぐらい。原作終わってるから余計な追加がなくて助かる。あ、原作終わってないからね。まあ原作と続いてたらオリジナルストーリーがね、スチールセイントが出てくるかもしれないね。手の続きものだから分割になるのか。スチールセイントに。私のアニメはジョジョとガンダムとマクロスぐらいですかね。あればね。ジョジョが終わったからようやく金曜の夜は夜更かししなくて済むわ。ジョジョ終わってました。ジョジョはこの間どっちに出ましたよ。ジョジョ一昨日終わったからね、ようやくね。もういないんだけど、これ倒して。あ、いけなかった。しまったしまったしまった。まあまあいいや。負けるわけにはいかん。セーラームーンは一切見てないのに、あの知識を言うんだよね。そう、鬼滅は見つからないと言ってますけど、クオリティが一番なんですよね。メイドインヘブン、やっぱロッキーはね、ロッキーというかジョイ、ハンマバッピクは待ってます。わら、ジョジョは6部はいまいちだったね、個人的な感想はね。やっぱり終わり方がね、コミック読んだ時あの終わり方もあるかなと思ったけど、やっぱりダメだやっぱダメだ。え、また映画になるの。セーラームーンも人気あるね。ハンマバ、あ、バギー、バギーね。グラップラーバギーだっけ。ジョジョ6期は確かに微妙なんですよね。あー、やっぱりね。ジョジョって原作まだやってんの。全然まだやってるみたい。今度何部、9部だったかな。9部が連載されるらしいよ。9期が始まってます。9部か。東北部は道中の戦いもよくわからんもんが多かったし、ちょっとね。ですね、キューブジョブランズ連載してますね。もう連載中。よし、これでいいんだっけ。これでセーブしとこう。よし。USA。まあね、3からまだ5は、5は面白かったけど、5までは。6はやっぱりな、なんかスタンドも分かりにくいし、終わり方もなんだし。そこら辺でね、ちょっと レッドホットチリペッパー好き。レッドホットチリペッパーね。
あれ肉弾戦がいいよね。肉弾戦というか普通のやつがね、普通の普通に能力がシンプルなのが、なんか最近はもう能力がいっぱいあるみたいな感じだね。一つの一能力じゃなくて、なんかブッチシンプなんかいくらあるんだみたいな。もうアマゾネス弱いな。シールドかかってるからな。よしよし。ちょっとクリスちゃんもちょっと稼げるようなら稼ぎたいね。ここはね。ああ気楽にはちょっとずるいね。いろいろあるからね、あのね、追撃爆弾とかな。クリちゃんいける？いけたらいけたらいけね、ちょっとガードなんで。いけたらいけでちょっといこうか。ここは。今月はセイントセイヤの映画が公開されました。あ、しまった。これは下から攻撃にならなかった。実写版のね、実写のやつね。まさかの。やっぱシールドナイトちょっと相性的にやれだね。やっぱシールドないと相性悪いな。やっぱりシールドがっていうのこそのあれだ。やめとこう。よし、こっちこっちこっち。あとはまずこれをないとはもったいないから、損で倒すか。ここまで来て引くわけにはいかん。よし、 USA。 うわぁ、よしよしよし。で、歩兵部隊を USA レベルアップ。よいしょ、ゲーナンバーワン USA ナンバーワン。よし、 OK。 よし、ちょっと弓兵はまだここにいるからな、倒せないな。まだ待っとこう、まだ出てソルジャー部隊を倒してからな。よし、 OK。無茶すんな無茶すんな無茶すんなって、危ねえ終わる前にセーブしといた方がいいな、これオッケーオッケー。個人的にクロスの増減は2014年の三角部映画版聖夜が一番鎧っぽくてよかったと思います。2014年版が良かった。全然、あ、実写版はやっぱ CG なんですか、そこのクロスはね。ちゃんと特撮作らないのかね、クロスを。スーツをね、スーツを。あー、いかんな、エルフ来たんだ。ゼルド様には指一本触れさせないわ。痛い。あの、ゼルドの愛人かな。ちょっとクリス兵でなんとかそこいけないかね。いけるかな、ちょっとやってみよう。クリス兵シールドかける。
シールド。あーだ、歩兵と歩兵ならダメか、これダメだな。せめてこっちの城壁からやっていけばよかったな、まあ、今の感じは城壁からやったとしてもちょダメだろうね。いや、川野で行くか。川野にじゃあシールドで、川野にシールド。オッケー、超いい。ねえ、でもあ、そうそう、届かないからね。ここはここまで来れないから遠すぎます。そう、ここ行けないかな。まあ行きますでしょ。ここはいけるんだ。これはいけないんだね。いけない、しょうがない。とソンさんは治療が必要。よし、いかん。あそこにちょっとエルフ兵が侵入してるから、ちょっとナムちゃんオッケーオッケー。あ、これナムに任せるから、この1匹は。ナム、あ、しかもナムとこで行けばよかったね。あ、でも、あ、これ、あ、しまった、倒してから移動するんだったね。でもまあいいや、ここは。待って、これあと2人か。2人ならもう倒しちゃおうか。だね、倒せないのね。なんかずれて、これでずれて、オーケー。オッケー、レベルアップ、ゼルダ様。オッケー、こっちの方が早いね。こっち特待の方が早いかもしれん。よし、オッケー。USA。 USA。 やばい。お、でもすごい。回避。ファイアボール、いや、だからファイアボールになる。マジックアローか、マジックアロー、超いい。
あ、MP ないわ。やばい。治療。シード。下がっていいわよ。よし、もう一回。こっちの方が倒すわね。ピピピ。ピピ。まあ、もう一回。なあ。よし、ちょっとナオちゃんにアタックかけて、アタックホリデー。よし、もううちのそれじゃあ騎馬兵は下がってナオちゃんに任せるんだ。前に出るわよ。これ以上あななたちの思い通りにはさせないわ。噛んじゃったじゃないの。あなただった、思い通りにはさせないわ。あなたたち、あなたたち、あなたたたちに。よしよし。あなるたちですと。あなるたちですと。オッケー。レベルアップ。オッケー。ファミコン神経思い出しました。ファミコン神経思い出しました。あたたたた。オッケー。ナモちゃんの資金範囲はここであるね。 OK。 まだいける。あ、そこいけない、いけないのか、いけないね。あ、しょうがない、もういけないか、いけないです。ボールどこか、これよし、どうかな。こっちはもう終わっただけ。こっちはもう動かせないね。はい。あぶねえ。甘いわよ。オッケー、帰り討ち。オッケー、超いい。これがいけないんだよね。王子乗れる、カワの乗れる、あ、カワの乗れるね。カワの乗れると指揮範囲がどうなるのこれ。とりあえずこれ倒して。レベルアップ。
ハイロードキング、キングの方だっけ、ヒーローは。ロード、いやハイロードだった、ハイロードからヒーローだった、ハイロード。オッケー、超いい。それ回復とか、あ、ここでいけるじゃん。オッケー、惜しいな、なかなかいけないね。よしよし、こんなもんかな。よし、こっち側。あとはナームちゃんが美味しくアタック。レベルアップ。よし、命に変えてもここは倒産。OK、 通してもらうわよ。我が生涯に悔いはない。よし、オッケー、ここ片付いた。よし、あとはソーンの舞台でアーマーソルジャーを倒そう。よし、ナームちゃんの舞台は後ろからここら辺をね倒してもらおう。でぶでぶでマジックアロー。うー、超いい。治療ないわ。治療。サンダーが出てる。まあいいや。シールドいいや。シールド。あ、ゾーンでもよかったかな。まあいいや。ゾーン効かないときあるしな。オッケー。オッケー。アマゾネスさんもう、あ、もうアマゾネスさん部下いないの？部下いないね。部下いないならもう倒しちゃう。うぅ。オッケー。覚えてらっしゃい。この借りは必ず返させてもらうわ。オッケー。よしよしよし。この借りは発想を持って返す。発想を持って。それ帰らない。発想を持って発表に変えさせていただきます。絶対絶対嘘だって思ってるね。いいですね、テリアちゃんもね。ちょっと回復していこう。治療、オッケー。私たちは先行くわよ。
かね、本当に。前どっかが嘘だったって バレてね、どっかの雑誌がね発想を持って変えさせていただきますって発想してなかったっていうね、全然よし、OK。小型冷蔵庫が当たったことがあります。小型冷蔵庫当たった、それすごいですね。アプリで1万円、あのよくあれって怪しいんじゃないの、ツイッターのダイレクあのリツイートで、あれじゃないんですかね、全然違うやつ、リツイートしたらなんかもらえるとか。台東のカラオケの何かで当たったんです。台東のカラオケ、ちゃんと信頼できるやつならいいですね、それね。シールド。オッケー。オッケー。レベルアップ。まあ、ここはちょっと。もう一個前に出たいね。ここね。前に出て。よし、これで広がった。広がる。こんばんは、個性豊かな仲間。どうやされて。昔から61倍10万。当たったらすごい、桃園の親戚からたくさん電話が来ました。10万ぐらいで電話かけんなって言えばいいのね。まったく、ね、何百万とかならね、親戚から。10万を分けてもらおうなんだ。よし。でもねー。間違えたんですかね。あー、桁聞き間違えたかもしれないね。連絡されても困りますね。桁当たるんならね、もうあの連番で 10枚買えばね、必ず当たりますからね。高額が当たったよって出たのかね、じゃあね。高額だよみたいな。まあ10万って言ったらね、普通だったら高額だからね、一人で買った分に。10万でも当たったらもうすごい、一日中はやったーやったーって言ってるかもしれない。もうちょっとまだもう損でいきますもんね。カラオケ、あの頃の台東は安室奈美恵を組むに使うほど勢いがあったのに、まあ売れる寸前の安室奈美恵だったけど。ああ、あれ、どっかできるのか。台東さんもね、カラオケもここまでいける、ここもいけないの。よし、今日の舞台優先で。よし、オッケー。手がからもありましたね。おっと、あ、もうないや、シールドないね。まあシールドなくても飛型効果で込みで当てるな。オッケー。んじゃいくら、ゼルド様。うー、気持ちいい。夏からは演奏が全部からのフローケを叩いた音なんですね。いやいやいや、夏からはすごい曲数がすごい、1万曲以上入ってるんで、ゼルド様。よし、赤白黄色のコードつなぐだけで。よし、ダームちゃんはまあ取れる。あそこはソンに任せよう。ソンに任せよう。よし、任せてくれ。あの硬いアーマーソルジャーは我々の騎馬隊が必ず倒してやる。ラックスさんはロムロムアンプとかも持ってるんですか。ロムロムアンプは持ってないですね。
カラオケのみですね。もう少しお安くなりませんか。もう少しお安くなりませんか。よし、まあ、これ PC エンジンソングは全部入りですよね。 PC エンジンソングはね、全部入ってる。この面終わらしとこうか。緊張して。よし、今日川野はそっか。延長入ります。まあ歩兵よ、エルフ兵だから役には立たないかな。行ってきます。明らかに怪しくても何回一回買ってみようかなって思えてまう。なんかね、確かになんかお得かなって感じちゃうからね。なんか本当に安いのかなみたいな。ちゃんでもいけないかな。よし、 USA。 巨金ヒール部隊を。あー、その、そういうのありますね。よし、USA。 アタックかけないといけない。いや、次のターンでいいや。よし、私はおこぼれを、おこぼれをもらえないかな。聞かない。 USA パワー、 USA パワー、 USA パワー。おっと、USA パワー。ちょっと互角じゃねえかよ。おいおい、危ねえ。馬乗ってんのに危ねえ。スーパーマンのタイプに合いそう。そう、危なかった。ヒールと、あー、ヒールてか、うん、MP がないわ。 USA ラムちゃん何も、あ、でもラムちゃんとどめさせないかな。セーブして、3匹倒せない。あー、ダメだ。カルボリ三振、やめた。186個もされて、アタックかけたいけど、アタックかけたら死にそうだなこれ。イエーイ。宮崎にあるルータに行ったことなら、宮崎に USA がある。よいしょ、1ならいいんじゃない。1ならさっき空振り三振だったけど、1ならなんとか。ダメね。USA ウサ駅、あ、ウサがね、ウサ駅ね。
いやらしいわね、もうボールばっかり打ってきて。俺は鳥取のハワイなら。鳥取のハワイになる。なんか PC エンジンのランマでそんな話がありましたよね。鳥取だったっけ。あそこになんかね行って花嫁にね、修行だっけ、なんかありましたよね、そういう話が。鳥取だった気がするんだけど。よしよし、次のターンアタックかけてカードで行けたら行くと。はい、マジカルばっかりだな。鳥取はハワイ温泉。よし、鳥取はハワイ温泉。よし、アタック降りで。あ、でもあれだね、2人行けなかった。まあ前しまった。まあ前行けばよかったな。どれだけ与えられるかと。ここまでだ、貴様らにこのゼルダ様が倒せるものか。お、すごい、アタックかけてもこんなもんか。それでもまだファイアボールって言う。好きだねファイアボール。よし、クラウがいい。 USA パワー。37 22 23。あー、防御 40% ダメね。3はいけないよね。30だからいけるな、これ。じゃあ、カードで。カードけ !39 上がる。オッケー、ダブルアップドラップ。ここまでやるとはな、さすがだ。タルシス帝国に栄光ある。ポン、ウォーハンマーを手に入れた。ちょっと待った、セリフを変えたらアイテムが変わるかもしれん。どういうこと。グレートソードを手に入れた。それじゃあ城の中を調べるな。誰か捕まってるから。何カード。コエディ逃げてたのか。コエディって誰だっけ、あれテイラーだっけ。なんだよその嫌そうな顔は。いやそんなことはないさ。かわな、女王様、よかった、無事でしたか。あんた私を見捨てて逃げたわね。おかげでディゴスにラング取られたじゃない。いや申し訳ないっす、でも顔グラが女王様そのもので怖いっす。当たり前でしょ、あんた今回の主役が誰だと思ってんの。姉子に決まってるじゃないですか。これからも女王様と呼ばせていただきます。申し訳ないんですがランクはどうします。放っておくわけにはいかないと思いますが。あ、やっとまともな人がいてよかった。お前それはちょっとコエディのことが分かってないぞ。まあいいか、とりあえずダリシス遠征を行う必要があるな。では私のラージシールドを持っていこう。ラージシールドを手に入れた。お、いっぱい愛が見えた。よし、切りよく終わりました。コエディさんはまともじゃないってこと。実はまともではないのかな。もうなんかすごい良かったね今。はい、ご視聴ありがとうございました。 PC エンジン版ラングリーサー光の末裔超ラングは毎週日曜日やってます。また来週。おつです。おつでした。来週は面の頭だから分かりやすいね。はい、おつでした。また来週。本当にグレートソードは言ったの。グレートソード入ったのかな。前グレートソード落としてるからね。はい、おつです。はい、お疲れ様でした。